これ、プラレールの障害物コース。おっしゃー、気になる障害物がたくさんある。いろんな障害物をくぐり抜けてゴールにたどり着くのはどの電車かな。みんなも予想してみよう。レッツプレイ。はやぶさにドクターイエロー。トーマスもいるよ。やっぱりドクターイエローはかっちょいい。いやいや、はやぶさだって。トーマスも負けてないんだから。みんなつくぞー。なんじゃこりゃ。かっこいい電車ならこのコースをクリアできるかしら。なんかいっぱい置いてあるけど。これは障害物よ。いろんな障害物があるから止まらずにゴールまでたどり着いてちょうだい。プラレールの運動会みたいだね。早く走らせたい。どの電車がゴールまで行けるか予想できた子はグッドボタン。まずはコース紹介。スタートはここ、輪ゴムロード。そびえ立つ坂、タワーオブテラー、ジェットコースター、大玉転がし、階段滑り。ゴールまでたどり着いたら成功よ。6個の障害物があるんだね。最初の選手はハヤブサ。レディーゴー。カゴムロードをクリアして、坂道もピューン、タワーもバッコーン。いい調子。迫るジェットコースターも、おお乗り越えた。大玉も転がしちゃって、階段で止まっちゃった。はやぶさ選手、ゴール直前で脱線してしまいました。じゃあ次はドクターイエロー。レディーゴー。で、見よう。ドクターイエロー選手、輪ゴムロードでまさかの脱線です。あっという間だった。意外な結果だったね。最後はトーマス。レディーゴー。輪ゴムロードも乗り越えて、坂道もクリア。タワーオブテラーも豪快にアタック。ジェットコースターはどうかな、どうかな。わあ、脱線。トーマス選手、ジェットコースターのスピードに耐えられなかったようです。わあ、惜しい。どの電車もゴールできない結果となりました。あとちょっとだったのに。だったらじゃーん、他の電車も走らせてもう一回戦だ。どうせなら障害物も追加しようよ。バナナ。じゃあ僕はジェットコースターの下にビー玉アタック。エコも障害物が追加されちゃった。さて、ゴールまでたどり着く電車はどれになるのでしょうか。チャレンジする選手は、はやぶさ、ドクターイエロー、機関車トーマス、こまち、蒸気機関車、チャンさんお絵かき電車の6車両です。どれがゴールまでたどり着くかな。トップバッターは、はやぶさ選手。レディーゴー。前に行った CM。 ラクアキッズにボスが出た。帰って遊んで育てたらボスバトルスタート。ラクアキッズ、レディーゴー。輪ゴムを越えて、坂道もビューン。いいぞいいぞ。タワーオブテラーも、タワーオブテラーでつまずいてしまいました。はやぶさ選手、ここで脱落。次はドクターイエロー選手。レディーゴー。いい走り出し、イケイケゴーゴー。障害物を次々にクリアしていってます。いいぞいいぞ。バナナランチャーもドカーン。ジェットコースターも難なくクリア。おっと、ビー玉アタックにつまずいてしまった。ドクターイエロー選手、惜しくもここで脱落です。次はトーマス選手。レディーゴー。
ん。順調な走り出し。坂道もピョンピョンゴーゴー。タワーオブテアもファイト。もしかしてクリアしちゃうんじゃない。迫り来るバナナランチャーもドカーン。ジェットコースターも難なくクリアです。ビー玉を押しながら進んで、大玉も一緒にコロコロ。階段もガタガタ降りて。まさかまさか、ゴール。すごいすごい。なんとトーマス選手大成功です。トーマス選手の次は小町選手。レディーゴン。早速脱線。輪ゴムロードでつまずいてしまい、小町選手も脱落です。次は蒸気機関車選手。レディーゴン。いや、またまたここで脱落。恐るべし輪ゴムロード。次はサンサンお絵かき電車。レディーゴン。あんまり頑張っ、輪ゴムロードが電車たちを苦しめます。なんとこの障害物コースをクリアしたのはトーマス選手のみでした。ヒュヒュ、かっちょいい。もう一度トーマス選手の走りを見てみましょう。輪ゴムロードをクリアして、坂道もビュンビュン、タワーオブテラーもバチコーンと倒して、お次はバナナランチャー。弾き倒してジェットコースターもピューン。ビー玉を転がして、大玉もコロコロ。階段をガタガタしながら降りちゃって、見事ゴール。トーマス選手かっこいい。ヒュヒュ、トーマス。いろんな障害物コースで遊びたくなっちゃった。それにいろんな種類の電車も走らせてみたいね。みんなだったらどんなコースにする？僕はバナナだらけのコースにする。そうだ。そんなバナナ。グーマリーン。ステップ。はい。投稿すると、いいねやコメントもらえちゃう。遊ぼうサンサンキッズ。みんな、コマンドルム。サンサンとグーマリーでーす。今日はこれ。プラレールジェットコースター。遊園地みたいにジェットコースターを作っちゃおう。レッツレッ。トーマスにドクターイエロー。ハヤブサだってビュンビュン。本物の新幹線みたいにもっとビュビュンって早く走らせたい。二人ともスクモーで、わあ、は、早い。同じプラレールなのになんで早いの。そう、ね、わあ、こんな風に高さを出して坂道にしてるからよ。ジェットコースターみたいに速かったね。そうだ、もっと高くしてジェットコースターみたいなプラレールを作ろうよ。サンシンサンシン。早速レールをドン。高さを出す黄色いパーツも必要よ。まずは黄色いパーツを組み上げて、組み上げて下り坂になるようにパチッとな。少し高い気がするけど、早速走らせてみようよ。それじゃあトーマス出発進行。うにょっ、なんてこった。坂道が急すぎたのかな。もっと緩やかになるように組み直して、コンタクト出発進行。線の重さによって成功したりしなかったりするのね。小町もビューン。ピーヨヨ。プラレールが渋滞してる。もっとコースを長くしなきゃ。こ
友先の道も作っていこう。分岐レールも使っちゃって。トンネルに橋もかけちゃうよ。あそこのレールにつながるように、こっちも坂道にしていこう。で、黄色いパーツが足りないよ。これじゃジェットコースターが作れないよ。他のもので高くできれば。お、ピコッとひらめいた。レゴデプロをくみくみ組み立てて。一番上に小さい黄色いパーツをパチッと。これをレールの下に入れれば。足りない部分は他のもので支えていくのね。レゴとプラレールをくみくみしたら、見て見て、できた。プラレールジェットコースター。わあ、巨大ですな。それじゃあトーマス出発進行。ガタンゴトーン、ガタンゴトーン、橋を渡って。お次は急カーブ。坂道を進んでいったら、もうすぐジェットコースターだ。あ、惜しい。高さを調整して、もう一回挑戦。このまま進んで。いいぞいいぞ、その調子。飲み終わった容器をきれいに洗って乾かしたら、ペンで入り口や窓を描いて、ハサミで切っていくわ。最後に看板をつけたら、
牛乳パック液の完成。よし、ドクターイエローと同じ色でぬりぬり、ぬりぬり、ぬりぬり。これじゃあいつまで経っても終わらないよ。そういう時はこっちで作ってみたらどうかしら。そうか、最初から黄色ならペンで塗らなくてもいいね。他にもいろんな牛乳パックがあるわよ。それじゃあこれも使おうっと。まずは入り口を書いて、窓は窓の形にしようっと。ハサミでチョキチョキチョキン、チョキチョキチョキン。切り抜いた入り口を使えば同じ大きさの出口が作れるわよ。
チョキチョキ直近。テープでここに貼り付ければ、スズランテープを。ここにつければ。あ、黄色いバナナがやってくる。口を大きく開けて。あー。で、ドクターイエローでしょ。よーし、僕だって。画用紙にサンさんの顔を描いて。ハサミでチョンキンチョンキンチョンキン、チョンキンチョンキンチョンキン、チョンキンチョンキンチョンキン、最後にテープでぺったんこ。うわー、僕の顔のトンネルだ。その名もサンサントンネル。口からハヤブサが出てきたぞ。ビュンビュンビュン。ねえクモリン、もっと大きなトンネルを作ってみようよ。それじゃあ大きな牛乳パックをたくさん使っちゃう。大きな入り口を書いて、ハサミでチョキチョキチョキン、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 チョキチョキチョキン。さっきは縦に並べたけど、今度は横に並べてみよう。テープでペタペタ、ペタペタ、ペタペタ、ペタペタ。ひらめいた。巨大な生き物の顔を描いて、ハサミでチョキチョキチョキン、チョキチョキチョキン、チョキチョキチョキン。牙と背中のギザギザをつけて、テープで貼り付ければ、わあ、恐竜のトンネルだ。かっこいい。その名もトンネルザウルス。入り口に線路を組み立てて、クミ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 、同時に3つの電車が口に入っていくよ。わお、トンネルザウルスを抜けたぞ。ガタンゴトン、ガタンゴトン。この先どこへ行こう。新しい駅に行ってみようよ。それじゃあさっきの牛乳パックをオリジナルの駅に作り変えちゃおう。まずは画用紙を貼り付けて、ぺったん、小さめのトンネルを上に、合体。こっちはレンガ作りにして、厚紙で屋根もつけちゃおう。
上には旗を立てちゃおう。旗には合言葉を書いちゃおう。こっちにはシールをペタペタして、キラキラビーズに紐を通していくよ。入り口につければ乗れんの出来上がり。最後に看板を書いて、壁につければ三駒駅の完成。早速電車を走らせてみよう。行け僕のハヤブサ。のれんをくぐると水が揺れてキラキラする。他の工作と一緒に線路をつないで、どんどん電車を走らせてみよう。二人ともたくさん作ったわね。やったプラレールの街づくり大成功。もう一回バナナを食べさせてみよう。そうだ、バナナ。クーマリン、クイズタイム。僕たちが作った巨大トンネルの名前は次のうちどれな。1ステゴトンネル、2トリケラトンネル、3トンネルザウルス。みんな覚えてるかな。今日遊んだのは牛乳パックでプラレールのトンネル作り。みんなはどんなトンネルを作る。みんな困ってる。サンさんとクーモリンでございます。今日はこれ、プラレールの障害物コースを作ったよ。ビー玉トラップを走り抜けて無事にゴールできるかな。レッツプレイ。クーモリン、プラレールで遊ぼう。私も混ぜて。いいよ。じゃあ僕ドクターイエローね。僕はハヤブサ。私は N700 系新幹線。コースを作ってみんなで走らせよう。いいね、負けないよ。ピュピュー。僕だって。僕もピュピュピュー。なになにって、バナナちゃん食べようと思ってたの忘れてた。もうこんなにたくさん通りにくいじゃないのよ。通りにくい。ピコッとひらめいた。ねえねえ、二人とも、このコースを障害物コースにして走らせてみない。楽しそう。やろうやろう。よし、じゃあコースもパワーアップだ。一緒に遊びたい子はグッドボタン。すごい、大きい。ビー玉に坂にレールがない。ワクワクしてきた。早速走らせてみよう。マーク一番いくよ。レディーゴー。ビー玉トラップだ。クモリン残念。もう一回。いい感じ。難しすぎるよ。ごめんごめん、ちょっと多すぎたみたい。よし、一気に行くぞ。ビー玉トラップ通過。いけいけ、ゴーゴー。坂を越えて、次は僕のドクターイエロー。いっけー。ビー玉少ない。僕の時たくさんだったのに。バレた。ねえねえ、いい感じだよ。ほんとだ。ぐるっと走って上り坂。かっこいい。ここはやっぱり難しいか。でもコースが大きいと楽しいな。ピピュピュンって走るところがかっこいいよね。ちょっと、私残ってるんですけど。うわ、そうだった。
二人の新幹線に負けないくらいかっこよーく走っちゃうんだから、行くよスタート、イケイケゴーゴー、ビー玉トラップ、頑張って、惜しい、もうちょっとだったのに、今度こそいける、 N700K 行きます。さあどうだ、ビー玉と一緒に走ってる、倒れないでね、駅の周りをぐるっとしていい感じ、あー、ビー玉さんさようなら、坂を登っていけるかな、うわー、惜しかった惜しかった、途中までいい感じだったもんね、倒れちゃったのは悔しいけど楽しかった、次は全部連結させてみない、ナイスアイディア、私もっと大きな坂走らせたい、早く遊ぼう、うん、みんなもオリジナルのコースを作っていろんな電車を走らせてみてね、クイズタイム、僕が今日遊んだ新幹線は何だったでしょう、1はやぶさ、2ドクターイエロー、3 N700K、モクチンの答えは、そうだ、あっちゃん、無理でーす、クーモリン、今日のお絵かき、貸してくれてありがとう。